これは僕の顔は気持ち悪い気持ち悪い、うわやったバチきた、おうわいるかなと思ったけど、うん、当たり的にバスやったんで、でもつるまんまなんで、まだでもこれギルス、よっしゃ来た来た来た、でかい釣ったじゃあね、気持ち悪い、うん、もう俺以外のバス釣り YouTuber 全員気持ち悪い気持ち悪い顔してるか、ね、来た、おでかいじゃんでかいでかいでかい、おいバゲモン来たぞ、おいバゲモン来た、おいでかい、まあまあ来たやん、バケモン、ちょっと魚体魚体、うわ一撃、うわでかい、これ40位でしょ、来た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 、これ俺がやりたかったんだけど、バーンって来て、ちょっと待って待って、20、わ、40あるよ、40あるでしょ、コンバットクランクス全体で濡らす、これがあれ40なかった、あれちょっと待って、サンパチっすね、感動した、はい、皆さんサンパチでした、おりゃおりゃ、ブリンブリン、これ見てじっくりブリンブリン、ほらこれも言うこと聞かないから釣れない、黙って言うこと聞いとけと、真剣な復縁しろ、頭がおかしいあのこの人買い物の仕方がダメ、買い物の仕方がダメ、こうするんだよ、自分はねこのプロペラこれ一本信じたるわ、投げないとかなり飛距離出てるでしょ、今ね、伝説の通信に言わせるとね、風が吹いてるから今が巻物、この波が立ってる時がなんでなの、なんで波が復活と巻物なの、意味が俺よくわかんない、今よく言われてるのは波が復活と、ほらもう俺さっきから言ってね、テキサスで山線を投げ倒してるんだけど全く食わない、山線香投げて飛ばないんだからね、何投げても絶対釣れないからはい、じゃあ投げますよ、軽く投げだけでバーン 100m、 ほらもうね、自分はね必殺技これ使います、エビスルー、このマスコキをねぶちのめすためにエビスルー使わさせてもらいますわ、気持ち悪い顔してハハ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 ハ、これ、はい、このエビスルーの波動いいわ、これ釣れるマジで、エビスルー波が荒くなって船酔いしたっぽいっすと、船酔いした投げなくなった、え、なになに、なんかね投げなくなったんだけど、うわ完璧に船酔いしてる、なんでこんな波あんの、来た？合わせる？あ、バレた？エビスルー本かな、だいぶ疲れてきたね、うん、今4時？もうあと30分ぐらいかな、だけどできる、本当にうなやしてるっぽい
もう笑顔がないのに。釣れんな本当に。俺坊主になっちまうよ。このままじゃ一匹釣りたいんだけど。あれこれ釣れた。あ、寝がかり。もうこんなんばっかだよ。はい、ということで皆さん、今3時58分なんですけどね、もうね、酔ったみたいで、もう今からもう本当に一番釣れるっていうタイミングの時に帰ろうと。この見てください皆さん、この顔、じっくり船酔いしてる。ということでね、今、帰ってます。はい、バス丼がもうすぐそこまで。バス丼とうなぎバーガーが迫ってきてるんですよ。そうなんだ。皆さん了解了解。はい、でも皆さんね、これね、波が激しくなったらもう危ないんでね、これ帰った方がいいですもんね。ちょっと波が激しい、うん、時間帯はいいんだけども、万全第一で行きましょう。はい、帰ってきます。陸地へ。結構揺れてるよ。疲れたね、はい、大丈夫？大丈夫じゃないです。吐きそう。このまま夜を待ちたいと思います。吐きそう。はい。もし僕が吐いたら、そのまんまのゲロを YouTube に投稿したいと思います。うん、グッドボタンよろしくお願いします。いやー、私ね、結局坊主でした。いやー、おかしいな。バケモン釣る予定だったんですけどね。まず治りました。酔いは。もうマシになってきましたね。マシになってきました。そんなすぐになるようなものもないでしょう。お疲れ様。どうもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いや、どうでしたか。いや、厳しい戦いでしたね。厳しい。あえて、うん、今の琵琶湖で、うん、一番釣れない場所、うん、プロが逃げ出したくなるような場所、うん、行きましたね。あ、そうなんだ、はい、ポイント選定からもう、うん、バスがいないんじゃないか、あの場所では絶滅したんじゃないかって言われてるぐらい、はい、それぐらい駆除が厳しい場所、うん、もうそこで釣った、そこで釣ったバスです。あれがでもサンパチ釣ったもんね。あれはあれがサンパチです、うん、だからあれ、あの辺仕切ってる場所じゃないか。あ、ほやろそれ。それ僕のパクリ言うそれ。そう、あの辺仕切ってる、仕切っとるバスかもしれんね、あれ、うん、いい顔つきしとった。でかさじゃないからね、知ってるのっていうのは。頭の良さだから。そうなんだ。あの辺仕切ってるだろうな。やっぱあのバスっていうのはさ、その群れがあったらさ、リーダーとか決まってるのかな。ああ、やっぱり決まるでしょうね。だって群れがあるわけだから。あるでしょ、うんうん、キョバスの群れとかね。そうそうそう、統率しとるやつがおるわけだから。だからお前はこっちから、お前はこっちからで魚の群れをね、うん、追い込むわけですから。そうでしょ。それを仕切ってるリーダーを使うんですから。ほんと今日の3パチ、はい、ミッドフィルダーですね、言ってみた。そうなんだ。サッカーで言うとこの、うん、マスゲンさんの将来の夢は何すか。まあ、将来の夢ですか、うん、石油王かな。金持ち。まあ、金持ちっていうか、金に興味がある。金に興味がないって言ったらまあ嘘になるかもしれない。でも、うん、石油だな。石油、うん、石油メジャー。石油掘っていかないとなって思う。今日勝ちましたね、マスゲンさん。あの伝説の、生きる伝説に。まあ、初めから何相手にしてなかった。正直もうだいぶ前から超えてた。もう超えた。あ、あの釣りの実力もだし、 YouTuber としてはもうちょっと超えたかな。うすうす感じた。あの釣りの実力、 YouTuber としてももう追い抜いたから、もうこれから下になるぞと。隠した隠した。ブランコ好きなんですか、マスゲンさん。まあ、そうですね、ブランコと女だけは本当、ええ、うん、何回乗っても飽きないっていうか。あ、マスゲンさん結構女好きそうな顔してるもんね。これね、僕らイケメンだと、うん、いろんな女寄ってくる。このイケメン目当てっていろんな女寄ってくる。そうなんだ。イケメンになるんじゃないかな。僕はもう、うん、本当。モテるの？モテますね。
何乗っとんやこいつ。これがナンバーワンや。これがいただきや。わかるか。それ誰に言ってんすか。バスユーチューバー全員や。もうバスユーチューバー全員しょぼい。あのバスユーチューバー全員やっぱ気持ち悪いですか。本当。バスするユーチューバー全部全員大っ嫌い。大っ嫌い。大っ嫌い。ひどい人だこの人本当に。こんなジャングルジムの上乗ってやっぱりマスゲンさんクラスになると。ああもう IC になんない。ああ全員隠した。しょぼいやつが多いの。しょぼいやつが多いの。いやいやいやどういうことですか。どういうことですかそれ。マスゲンさんやっぱりしょぼいですか。本音は本音はどうなんですか。しょぼいやつが多い。本音は相手にならない。相手にならない。誰にも負けないですか。誰にも負けない。コラボしてやったってる。コラボもしてやったってるっていう。やっぱ5000人ですからね、マスゲンさんは。はい、もう5000人ぐらいになったらやっぱりコラボもしてやってる。してやってあげてる。毎回。要するにちょっと近寄ってきたら、売名のために近寄ってきたのかなと。そういう感覚ですか。そう、そういうこと。妖怪も、もううまく使われたわ、俺も。妖怪に。あ、そうなんすか。コラボしてくださいって向こうがもうしつこいから。あ、そうなんだ。使われた。うまく使われたわ。あいつうまく使いやがったわ。そうなんだ。コラボしてやってやってる。じゃあマスゲンさんもうそろそろ帰りましょうか。じゃあそれじゃあね皆さん、最高の今年一番のグッバイお見せしたいなと思うんですよ。今日出る気がする。自分の師匠であるね高橋恭信を倒したんだから、今日は出る気がする。最強のグッバイ、今まで味わったことないぐらいの、ズクズクするような、死人が出るような、そんなグッバイが出る気がする。グッバイ。Thank you.
あれ